ははい、久保さんこんばんこば第120話来ましたね第120話そして今撮っているのがもはやもう朝の3時になってしまったということで毎日どん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 撮ってる時間が遅くなっているっていうねまあ今日は熟成さんのライブがあったので毎週に1回ライブ毎週土曜日。 10時にやってるのでその後 <laughs> その後撮ってるって感じでちょっと一回寝ちゃったんですよあっつって寝て寝てライブ終わった後やっぱ1時間後いずっと喋ってたんでなんかつ力つけたんでしょうね力つけてでそのまた見た夢がですねその熟成さんライブを寝過ごした夢で あっつって起きて「あライブやってない」っつって起きたんだけどあの起きたのは熟成さんのライブは終わって「アーカイブこれメールですよ」って投げた後に寝落ちしちゃって「あ夢か」と思ってねもう本当に心臓に悪い夢を見たなと思ってね <laughs> とか言ってるうちに「あこんな気になる男がまだ終わったら」つってね。 今がねやってようやく今に至るみたいな感じなんですけどまあまあそんなことはどう <laughs> でもいいんですけど、まあ、いいですよねこの何でしょうアイドルの何て言うんですかねアイドルの自分が撮った自分が撮ったんだろう映像っていいなと思っててうんなんかこ,ここら辺 自分が撮った久保さん自身が撮った映像っていうのはなんかやっぱり自分自身が撮った映像っていうのは少し思い入れがやっぱりあるんじゃないかなとはすごく思ったりするんですけどね、まあ、他人の映像を見るのも面白いんですけど、まあね、自分がこうやって撮ったのを見るのはやっぱりすごく感慨深いものなんじゃないかなとは思って。 まあかといってね今までそれをやったことない人が今からじゃあねやってやるぜっていうのはやっぱなかなか当然難しいしまあね何かをやっぱり始めようとすると何かを変えようとするっていうのはやっぱり不安だったり一歩踏み,出ない踏み出せないっていうところはあるのかなと思ってそれは仕方がないと思いますしやっぱりね人間せっかく今うまくいってるのにそれをわざわざ変えるっていうのはねリスクでも何でもない気はするんですけども まそこに対してこう「えいや」と言ってね、まあ、変えれるか否か、まあ、これがまあ人生の大きな分かれ目というかねまあ変えなくても別に今が良ければそれでいいっていう考え方はあるんですけどただ一つこれやっぱり感じるのは時代のスピードがあまりに速すぎるなっていうのはとても感じていて。 ずっと同じように今のま,ま生きていきたいと生活したいと思っていても,も容赦なくこの変化が強いられるという、まあ、昨今起きたこの感染症問題等ですよねもう変化に対して受け入れ不拒否って難しいかなと思ってそれに対してどのようにその自分の考え方っていうのを重要するのかというか受け入れるか。 そういうところがすごく感じられるのかなと思っていてじゃあ今からその YouTube やってみようとか YouTube に対していろんな考え方あると思うんですけどまずここですよねえ動画の編集をきっちりしないとダメなのかっていうところを自分も初めはこれ思ってたんですよ動画の編集やっぱちゃんとしなきゃいけないよなと思っててか見てるものがみんな編集してるから で久保さんの10年前のやつですよね、このアイドルの祭典、ロオフェス、まあ、ついに第23回、ここ、編集入ってるんですよね、実はこういうところとかね、こうパ,パ,パラパラパラーってられる、この後第23回っていうのが、テロップがこう入ってくるんですけどね、スーッとで、ここもでもいろいろ変わってますよね、ここの画像とかも。ね、やっぱすごいなと思っててね、こういう編集、 しっかりやってるものっていうのはやっぱりまあすごくまあ見た感じだとねすごいいいなと思うんですけどもねまあその他にもその必ずしも自分が主人公じゃなくアクセスを稼ぐっていうまあここが久保さんが出てるんですけどその右の方に出てるアイドルですよねだこういう感じでこれから 輝く瞬間が始まるね輝く瞬間が訪れるアイドルに対してスポットを当てて撮影していくっていう、まあ、プロデュース視線っていうんですか、まあ、映像なんて言うんですかねこれ撮影<あ>ちょっと日本語がわかあれなんですけど取っ手出しではなくてしっかりとその取った先にいる人たちを より表現させる手立てとして編集があると、まあ、いうところなのかなとは思っていて、まあ、それとは別に全然考え方は違う、まあ、人,人じゃなくてもいいんじゃないのっていうまたこれも視点も書いてですけどこのコールダックのお話し,してくれましたよね、えー、モチプルカンコールダックモチプルカンコールダックっていうねこの 破滅,破, <laughs> 破滅的、破滅的、このなんだよ、あの再生数、驚異の、えー、コールダック2000万回再生ってね <laughs> 持、もちもちプル感、もちプル、もちプルっつってね、こう、持ちプル感、これただ手の上でこう揺れてるコールダックが2000万回再生っていうね、いやー、すごいですよね、やっぱりね、YouTube。 逆にそのただ撮影し続けるだけでもいいんじゃないっていうところ、まあこれですよね、さっきちょっと見てみたんですけど、渋谷のスクランブル交差点、まあ自分がさっき深夜2時、もう今深夜3時回っちゃったんですけど、深夜2時226人見てるって、まあ、ちょうど今、今日土日でしたっけ今日土曜あれ今日土曜でしたっけもうだいぶわけわからなくなるんですけど、土曜か、うん。で日曜の朝、あ、土曜の夜かなんで、ね、それでもこの土曜の夜、渋谷歩いてる人がいてね。 ここ,ね、ここはね、チャットはずっと動いてるんですよ。チャットもずっと流れてて、うんずっとチャットは流れていて、チャットはずっと流れてるんですよね。チャットはずっと流れつつ、まあ、ここも人がね、こう往来してるんですけど、こうやって。で、ここの、ここも226人なんですよ。ここちょっと見えにくいんですけど、226人見てましたね。すごい。普通に見てるんですよね。だからね、やっぱりだから需要はこれだけでもあるっていう。 やっぱこうでいなきゃいけないっていうね先入観をまあぶっ壊すというところを壊していくっていうところも大事なのかなと思ってやっぱりこれですよねもう正解にもガーシー法というところで、まあ、ぶっ壊すの人ですよぶっ壊すの人が今度はガーシーを、ね、正解にっていうねまあ仰天当選暴露系 YouTuber が今度、ね、YouTuber 議員になったわけでしょ こういうことがもう起きてるんですよね。なんかもう意味のわかんないことが、昔だったら絶対ありえないとか、なかったですそもそも YouTuber っていう名前がなかったですよね。N 国と YouTuber のガーシーが、えー、なんだったっけな、この、ちょっと読めない、<laughs> 小さすぎて読めないですけど、<laughs> まあ正解にガーシーが飛ぶって書いてるのかな飛ぶ。<laughs> いやね、なんかすごい。 時代このまたこのねフォントもすごいなっていう感じなんですけどねいやいや本当とに、まあ、既,既存の <laughs> 既成観念から解放そして自由になっていくっていうね結構自由になっていくところが必要なんじゃないかなと思っててで自分もやっぱり塾を始めた当時あ当時じゃないか塾を始めてそして、まあ、半年ぐらい過ぎてですねやっぱり塾生さんがだいぶこうある程度 どんどん成長してきて、で、まあ、塾生さんと、まあ、久保さんたちのマネですよね、吉谷さんたちのマネして、リレー動画やってみようぜ、っつってこう、始めてみて、ね、もう、130は、は、ぐらいまで行ってたんですよね、結局。うん。まあ、1000人もね、塾生さん行ったんでね、もう、それも含めて、こう、いろいろとね、それ、それプラス合わせて、こう、リレー動画とか、 始めたたりもしたんですけどね、まあ、こんなことをそうこうなんかしてるうちにねそうこうしてるうちって,ってわけじゃないですけど本家本物とまれをしたね本家本物とのね久保さんとねリレー動画が始まるってまか不思議 <laughs> 現象がね、うん、本んになこんなことね考えたこともなかったですからねそもそもねもうもともともね吉田さんと久保さんやってるよねつって んじゃあやってみようぜって始めたのがね、まあ、こういうことになったりしていやなんかもう世の中、ね、その変化を受け入れるとまあ別に自分を受け入れたかどうかはちょっとあれなんですけどともかくこの想像以上の変化が訪れるってことだけは確かな確かかなと思って、ね、考えてもなかったですかねそうそまあねまねしてる人とやるみたいなね真似してた本家本物とやるっていうのはちょっとねこれは想像範囲外ですよね本当 <laughs> <laughs> んそんなこと考え,たもなかった考えたこともなかったですからね。でもちろんね、やっぱりそれはここは久保さんのお話から引用させてもらうんですけどもちろん全てがねこう変わること変化すること今回は変化することを楽しめる YouTuber になれって言ってるんですけどもちろんね全ては受け入れるわけではないとそりゃそうですよね、うん。人はそんな簡単ではないですからかといってやっぱ全てが排除できるものもないと今。 感染症の話もそうなんですけど、ね、うん。で、なんとやっぱり、まあ、人はね全部が全部理解できないということで、まあ、毎日変化してるわけじゃないですかで今日 OK 今日 OK って言ってたけど、まあ、明日からはダメよってなる場合もあるわけじゃないですか,かまあそれも含めてまあ人生かなっていうところで、まあ、時代の変化とともに歩む YouTube っていう表現をしていくならばですね、ならばまあ自分のね、生きた記録を残していくっていうのはいいんじゃないか、そういう考え方でもいいんじゃないかなと思っていて、そして、ね、その発信を楽しみにしてくれる人がまあ現れるわけじゃないですか。もちろんその発信、自分が発信したことによって、特技が必要、特技も何もないわって思う人もいると思うんですよ。特技がないと発信できないんじゃないかって。でもその、 ただ,このただ発信すること、ただ発信する人で、こうやってね、喜んでくれる人もいるわけじゃないですか。ね、何々さんにだけ、何々さんにだけ、こう、ね、こうやって冗談ね、言ったら言っちゃうよ、みたいなね。なんで、こうやってね、続けていくことで、やっぱり変わっていくことっていろいろあると思うんですよ。人がね、その、毎日毎日続けていくことによって、あ、すごいなと、あこの人すごいなと思ってね。 こうやって時に動画を変身してくれたり、えー、するわけじゃないですか。本当にね、この動画のやり取りの相手がいることっていうのはやっぱ素晴らしいことで。うんで、前回もちょっとこれ久保さんに言ったんですけど、まあ、自分一人じゃあ頑張れなくてもね、自分一人じゃ頑張れない時にね、やっぱどうしても人間やっぱりこうガクッとね、なっちゃうことがあるじゃないですか。ああっ、つってうん、ちょっと厳しいな、っつってね。 きついなーって思うこともね、あると思うんですよね、きっと。うんって。でもやっぱりね、そうはいってもね、やっぱり、支えられている、まあ、人がこういることによってね、うん。人間は変わってくるのかなと思ってね、人という文字はって言うじゃないですか。人という文字はってね、<laughs> いう感じでね、本当に。うん。本当にこういうことをやる。 っていうのは本当にこういうことに気づかされるのがやっぱ YouTube なんじゃないかなとは思っていてまあここですね久保さんの昔の活動ですよねまあ情熱を持ってひたむきに行動する喜びとを書かせていただいたんですけどね本当にこうやって活動していくことって別にいいんじゃないかなと思ってひたむきにですよねひたむきにうんひたむきに頑張る人を応援するっていうところなのかもしれないんですけどまあだからこうやっていろいろ いろんんな変化が訪れてるんで本当にね一生に一度の人生とは思いますんでね、まあ、YouTube 一回でもいいんでねこう発信してみたらどうですかとは思うんですよね、まあ、自分も結局こんな変化が起こるなんて知らなかったわけですし、まあ、知らいこれからもどうなるかわかんないですしね、まあ、全てはこのチャンネル作成からチャンネル解説から、まあ、全て始まったわけなんでね 本当にチャンネル作成から動き出す新しい未来と言ってもいいんじゃないかなと。そして、まあ、脱ね、もう初心者になってしまえば、まあ、人生は動き出すわけですね、勝手に。うん。まあ、というわけでね、まあ、脱初心者講座やってますんでね、よかったら声かけていただければいいのかなと、まあ、思って大変お求めやすいね、えー、価格で、えー、始めてますのでね、まあ、もしよかったらどうぞということで、まあ、最後にですね、ここだけこれを ここを紹介して、この片方を紹介して、まあ終わろうかなと思うんですけどね。もう50歳からの挑戦ということでね、おかえりさんですね。ほんと50歳からの挑戦。も今回から50歳の挑戦っていうね、タイトルに変えたみたい、変えたんですよ。うん。もうね、止まらないですよね、もうどん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 。もう今度はこう、使命っていう言い方をされていて、もう、世のため、人のため、そして自分のためなんだっていう、なんかこう、自分のため、 なんだけど、世のためでもあるし、そして人の,人のためでもあるしって、まあ、散歩よしっていうんですかね、本当にみんながみんなね、え良、ー、くなることで、を YouTube に使っていくっていうことを、本当にこう、やろうとしていてで、ね、やっぱね、やろう、もっとね、やれるんですね、もっとやれるんじゃないかって気づいたんですよね、きっとね。で、今回からね、とうとうね、バックミュージックが入ったわけですよ、バックミュージック。 優しいバックミュージック家に入ってきたっていうねもう止まらないですよね進化が一回始まっちゃったら本当に <laughs> すごすぎなんですけどね普通にねうんやりたいことが止まらないっていうやっぱこうそれを始めたからかなとは思うんで、まあ、そういう意味でねやっぱ始めていくっていうのすごいなと思ったりもしますしねもうそれをこうやって自分も見届けることって。 ができて幸せかなとは思いますけどね本当にねあこうやって人って変わっていくんだなとかこんな風になんか人ってあっという間に変わってしまうんだっていうね <laughs> まあっといなんか変わってしまって悪いみたいな言い方ですけど本当にすごいなと目の当たりにするっちゅうかねいや本当にね YouTube やってなかったのかと思いますよね。1週間、2週間前はね。で、パソコンも苦手って言ってたんねこれはね、やっぱすごいですよね、普通に。か年齢関係ないですよね、そういう考えたらね、もう本当に。もう朝鮮言ってますけどね。朝鮮言ってますけど、いや、もう、朝鮮の域を超えてますよね。もう、どん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 興味、興味、関心が尽きないっていうね、いうところになっていってるんで、本当にやっぱり、そういう人間で、 ありたいですよねいつまでもうん年を取ったとしてもなんかそんなことを感じるんですけどねはいということで「気になる男」120話ちょうどね120話いきましたので,、ね、でこれもちょっと節目なのかなと思いますねはいということで「えー、気になる男」120話こんなところで終わろうかと思いますそして久保さん次回121話ですねまた何か面白い <laughs>。 面白いね、過去エピソードをまた聞かせていただけるとね、えー、楽しいなと思っております。はい、ということで、気になる男120はここで終わろうと思います。久保さん、次回もよろしくお願いします。そして、はい、そしてじゃないかな。そんな感じで終わろうと思います。ここまでの放送は、含め YouTuber、たかがあーお送りしました。そして、早く送らなくては、早く <laughs> 送ります。ということで、 3時、4時前にはこれ送れると思いますんでね、なんとか今日の駆け込みに間に合うかっていうところですかね。はい、ということで動画終わります。ありがとうございました。